どうも、こんにちは。今日はですね、あのケイちゃんと二人で、はい、以上です。ちょっとお試しを、まあまあまあ、カカオランチよね。カカオランチよ。カカオ好きの、この間タコチュンで知り合った、知り合ってジャンベ奏者、はい、ラジオパーソナリティの、はい、強しくんと、はい、たこ焼き食って、はい、レボリューションが起きた、はい、たこ焼きの強しくんと、はい、カカオランチということで、はい、お送りします。はい、某お店のお店に行っております。そうですね、はい、これ言うていいですかね。いいですよ。いいですか。あの某で某お店に来ております。で、今からちょっと顔に合う、まあ、試していきます。試していきますので、はい、交互期待。はい、まずこのホルモンの煮込みをですね、まず1品目目、はい、この武器を使って行きますよ。はい、はい、こんな感じでございます。ではいただきます。カカオをかけておりますよ。むっちゃ、あー、どうしいな、いい感じね。さらにコクが増して、肉煮込みなんで、さらにコクが倍増しておりますな。油がすごい感じ。油がすごい効いております。油臭さが飛ぶな。まあでも、でもホルモンの味はちゃんと残ってるから。分かる、それ分かる。ちょっと脂っぽいなと、年いったらちょっと思ってます。あ、そういう意味では、脂の濃いのが苦手な人にはいいと思う。ゲソガーリック一丁。めっちゃかけてもうた。酒かま。いきます。大量がやな、油が、生臭さがなくなったな。だからほのかに残る味で、カカオの味もちゃんと効いてるぐらいの美味しい。カカオソースもかけたい。ね、かけたい。カカオソースを作ってきた。いただきます。大根おろしにせた。さっぱり度が高い。なあ。いきますよ。言葉はない。はい。ゲソ代わり食いたい。なんでひどくなってんのね。あいい。あ、おいしいな。ガーリック合うかしら。合う。努力。カカオ大根おろし。カカオ豆になった大根おろしにスルメの天ぷらを乗せて、できましたよ。あ、
ぱりとするけども、ほのかに香るカカオ。食べてみよう。でもスルメ店の甘み、甘みも乗せて乗せて、うん、そう、うん、めっちゃうまい。美味しいね、うん、油と合うのにさっぱりすぎてる。僕はチョコレートが好きで、中線とかさ、うんうん、いわゆる市販のカカオ 70%、80%、90% の、チョコレート食べてみたんですけども、口に合わず渋すぎて食べられなかったんですよね。でもこの、ね、まあ、とりあえず食べてみようか。発酵カカオ 100% のカカオ、2巻だけで、カカオバーは全然食べれます。むしろ美味しいぐらい。えごみがないというか、うん、全然苦いには苦いねんけど、嫌な、うん、全然えぐみがないというか、すごいやって、食べやすくて、うまみもすごいよくて、まあ調味料でいうところのお味噌みたいな。あ、そうだね、うん、もう、ね、日本人の人やったら好きな話だと思いますよ。どうぞ。中崎町サロンドアマント、素敵なお店で、まあ静かでな。もうこの時点で香りがいいから、うん、チュアムをこの、うん、あ、全然いけますな。この抹茶オーレ、抹茶オーレ、うん、抹茶オーレ、あ、全然美味しいやん。そら合うやろ、だって抹茶のそういうカカオ的なやつって商品であるやん、うん、だからこれ合うやろなぁ思って、甘みも欲しかったし。いただきます。はい、うん、うん、普通にうまい。普通にうまい。めちゃくちゃ美味しい。あ、カカオでレストランの味っぽい。やっぱりココやで。うん。こういう肉を食いたかったん。スパイスサロンバベバビバビルの塔、バビルの塔。ラッシーハイ、はい、ライムカルダモンチューハイ、キーマと、こちらキーマ、キーマ、だしキーマ、うん、で、チキンマス、オッケー、いけんの、いけるよ、
しゃげー、ちょっと鈍かったかな。スパイスどこだ、スパイスサロン、スパイスサロンです。スパイスサロンバベルの塔、はい、バベルの塔です。カツオのスチームとチキンマサラの合いびきカレーでございます。コーヒー中はカレー屋さんをやりたかったのに。ごめん。そんな僕の過去はいいです。めっちゃかけたのか。左側がカツオだしカレーでございまして、右側がチキンマサラカレーでございます。そうなんや、さっき言ってたのも。はい、はい、パウダーたっぷりでございます。ほな、いただきますか。いただきましょう。いただきましょう。よいしょ。美味しいよ。それ何？ポテトマッシュ。これポテト、マッシュポテト。マッシュポテト。うん。これはチキンね。チキンとカツオを合わせました。ゼリーのカスデルでございます。カカオのお話もカカオはさらにやっぱりまあチキンと魚なので、うんうん、カカオが入ることでさらにコクが深くなり、練馬のとコクが深まり風味豊かなカレーに仕上がっております。はい、ほな、はい、あ、はい、今日はありがとう。はい、今日はありがとうございました。はい、バイバイ。今日は気に入って気に入って楽しみました。ありがとう。じゃあどうもありがとう。バイバイ。剛くん、はい、借金返してや。借金返してや。借金取らんとってやもん。借金持ってたわ。バイバーイ。じゃあラジオの件よろしく。